うしたかったね。それは好き。やはり KO は狙って、そうですね、まあ、蹴ってパッチできたから取りに行けたなと思うんだけど、うまいことを組み出されて、どうしても。そんなに原因はあったのか、まあ相手のうまさもあったし、自分がいいなと。まあ、修行が足りないですね。まだまだです。本当に申し訳ない。ちょっと今後、こういう、今後の今年の目標、今年の目標もとにかくもう、一戦級でやっていきたい、本当に。そこに何だけの実力をつける。そして盛り上げる。もう僕はもう、それ以外の考えたら、盛り上げて、勝つ、そして一流を目指す。だからこそ、まあ、全然ダメです。今日の試合は反省点だけ。反省点だらけです。ただまあ、復帰戦で勝ったっていうことだけは、まあ、嬉しいので、まあ、それにしてもって。しかも、こう、中国人出てくれて、ね、しかも階級も違うのに。感謝してるけど、倒したかったって。マッキーさん、選手はどうでした？うまかったですね。うまいことをシュッシュッできる、いいところで出されるっていう。あまりシュートボクシングがいない戦い方で、そうですね、割とこうやっぱガンガンとぶつかり合うのが、まあ、割とやりたいという好きで、ただこういらされた時に倒しきれないっていうのは、まあ、はい、もっと強くなって、もっとこれを向かっています。それにします。